はい、チャンネルです。昨日社長から電話がかかってきて、牧草買ったよと。まさかと。昨日はね、ざんざんぶりだったんですよね。まさか買うなんて思ってもいなかったんですけど、昨日買ったんですよ。それも20丁から25丁の広さの牧草地を借りました。この姿を見てもらえば分かると思いますけども、ブルーパワーの初仕事がモアコンつけての刈り取りです。もうかなり汚れてると思いますけども、いやー、このブルーパワーのモアコンで刈り取る姿を撮りたかったんですけど、昨日ざんざんぶり長かったということでね、ちょっと、まあ、結果的には無理だったんですけども、まあ、今日はね、そのブルーパワーで刈った後の草の処理をね見ていきたいと思いますけど、多分濡れてるでしょうね。ですから今日明日とで刈り巻きして、あさって本巻きできるかどうかっていうところですね。ちょっと見ていきたいと思います。ちょっとブルーパワー見てみますね。見事に汚れてますね。いやー、すごいです。これは雨の日刈るとこういう風に汚れますよね。当然モアコンもすごいです。もう汚れて大変です。取れなかった。視聴者さんからあのブルーパワーの刈り取り風景見せてくださいということを聞いてたんですけども、ちょっとね、昨日の雨じゃ無理ですね。うわ、暑い。よいしょ。あ、初仕事ですね。購入してから中入るの初めてで久しぶりですね。なんかこのブルーパー乗り心地がすごくいいっていうことなんで、今度社長に乗せてもらおうかなと思っております。その時はまた撮影しますんで、お楽しみに。こちら牧草地に行ってきたいと思います。多分もうテッターかけてると思いますんでね、行ってきます。何のバースだこれ。あれ何？作業機をこう開いたり。ああ、開いたりね。ああ、したらダメでしょ。使えないでしょ。なんだか。
この間と同じ機械？違うな。4600だ。これ結構これすぐ長くなるよ。これ下縫ってる縫ってる。これもう急いで行った方がいいわ。もう長くなってるでしょ。さっきも入れたんだもん。水だってもう長くなって水入れたんだ。あ、まだ何本か入ってるな。抜けてた。いや、そこでね、もう下さっき抜けてなかったよ。このブロの、いや、今抜けてる。あら、さっき閉めるとこしたらこのブロの首で引いてたと思うんだよ。いや、オーバーヒートをさっき起こしたのさ、下で。そして水取りに来て、俺下に乗せてやって水入れて上がってきたんだもん、これ。うん、空っぽになって。入った、半分は入った。あの、10リッターだかのタンクで。あら、上へ飛んでる。あだったら潰れないと。うんうん。サーモスタートが閉まったまんまだから水循環しないでポッとしてるから、あ、負荷かかってるってことだ。うん。オーバーフローしてくれよ。うん。だからここ半分しか回らないからオーバーフローして。どうだポップの中さ。これはすごいことだね。潰れるってことか。ああ、そういうことか。圧かかってる。圧って引っ張らかってるのかな。うん、実感してない。ちょっと開かないんだから。もう一台それもだからね。これは何だろう。もげたの。あ、まだかい。捨てね、折れたとこちょびっとだけつなよ。それだいぶ前から折れてる。